今日も楽しいと思います。午後2時の興味津々お届けしましょう。ゲストをご紹介します、はい、TBS ラジオの大沢優里の悠々ワイド、はい、21年、丸21年におなりになるんですよね。そうですね、22年目ですか。そうですよ。4月からね。どうもこんにちは、大沢優里さんです。こんにちは。あの遠藤理沙アナウンサー可愛いね。なんで遠藤知ってんですか。お前から知ってんです。なんで年賀状までもらって。あれなんで遠藤知ってんだよ。お前足が早いな。ですよ、もうね。さっき小倉さんにまであいつ知られてるって、あいつ何者ですか。あれ文化放送入る前から知ってんの。知ってんの。遠藤理沙アナウンサー、秋田放送時代からです。いや、そうなんだ。どうだって。わかりました。非常は来てましたね。これ埼玉ですね、このホテルは。ホテルじゃないの。スタジオは。スタジオはね。でも景色がいい。TBS から比べればもう鼻くそみたいなもんでしょ。まあね。まあ怒ったような感じで言うから。情報来てましたね。埼玉県富士見市のね、46歳正弘ちゃん、男の人、運送業やってる方ね。いつも午前中は大沢優里さん、午後はテレミさんを聞いてるんですが、今日大沢さんが朝の番組で、午後テレミさんの番組に出るから文化放送聞いてねって言ってましたよと。ありがとうございます。声小さくして。ありがとうございます。大きくして言うとうるさいの。他の関係の番組あるじゃん。あるから、ね、午後1時から。ああ、そうだよね。ね、嫌な顔する。大きい声、小さい声関係ありますか。ここだけの話。ここだけ。ありがとうございます。お久しぶりでしたね。お久しぶりでありがとうございます。ねえ、ね、もう残念ですよ。残念ですけどね、もうしょうがないですよね。うん、残念だな。俺本当涙出ちゃうぐらい。ありがとう。嬉しいです。嬉しい。嬉しい。いい加減にしてくださいよ本当に。ですか。その心もてあそんで。でも後輩だと思って僕のこと。12月の初めにね、大沢さんにやる漫画終わるんだって報告に伺ったら。最終章に出る。ああ、もうありがとうございます。ギャラはいらない。ギャラはいらない。でもいやでも少ないの振り込みなんですよこれ。そうですか。ねじ込むように。あ、嬉しいね。もう本当によろしくお願いします。だけど大沢さんはもうラジオは、ラジオ生活はだけど何年になんですか。え？いや、じゃなくて。だからいわゆるだってその前もいろんな番組ラジオやってるでしょ。のんびりバイトありましたもんね。1時から4時半までやってた。それは何年やってたんですか。あれ7年ぐらいやってた。7年なんだ。でこれは21年でしょ。今度21年。とにかく悠々ワイドが今までの大沢さんの番組の中でも一番長いことは確かなんですね。確かですね。そうですよね。一番長いですよね。4時間半。しかも大沢優里さんはスタッフよりも早く出社されるんですよ。目が覚めちゃうんで。スタッフはたまらないでしょ。だけど大沢さんの方が先に来られたら大先輩なわけだし、しかもなんだろう、本当は喋り手は後で来ればいいなんて意識があったりするところが先に来られていろいろやられたら、テレミさんとどうも番組への関わり方が違うらしいんですよ。お前は良い人が上手だな本当に、はい、お前は本当にスタンス変えの大沢さん、騙されないにしてくださいよ本当に。4月以降のこと考えちゃいます。使いますからね。大沢さん、察しがいいですね。この前相談受けちゃった。大変だよ。こいつもいろいろ小賢しく動いてますからね。手抜きさんはずるく朝の番組ニュース残ってさ、私は残んない言ってた言ってた。冗談じゃないですよ本当に。こいつ蹴ったんですよ文化放送の番組。今回はご縁がなかったんです。今回ご縁がない。ご縁がいろんなところにありそうだね。どうも。それで何だった。何ですか。オリンピックの年だもん。ああ、俺アナウンサーになったの。そうなんだ。私はアナウンサーになったの。僕は俺って言ってこの番組は文化放送だ。そうアナウンサー。昭和16年前です。うるさいねうるさいね。あのね、台本ね、メモをね、ここ一応流れ用意したらね、これいらねえよ。もう前もう2回してたから。こんなのいらねえよ。過去の話は月岡一也さんとか土井勝さんと同期なんですよね。土井さんと同期になるんだ。そうだ。それを言おうと思った。だけどその頃土井さんってこういわゆる若者向け番組しばらくするとやるようになるでしょ。そうよ。大沢さんはその頃は、うん、そういう深夜放送っていうのはやったことはないんですか。うん、やりたくなかったんですよ。開局番組やってたんだ。別な車の会社なんだ。ああ、そうなんだ。で、深夜は別の車の会社が。ライバル会社は出られない。出られねえんだ。そうなんだ。ああ、そうですか。ね、夕方やってた。ああ、そうなんですか。ミュージックパトロール全国ネットもやってたじゃないですか。ああ、やりましたね。やったんですよ。だから出られない。でもその頃、同期の人たちのこう、仕事ぶりっていうのは、やっぱラジオの世界で多少気にはなるんですか。ならない。ならないです。はいはいはい。マイペース。大沢さんはそもそも誰かに憧れて、この世界に入ってきたわけではないんですか。いわゆるこうアナウンサーであの人みたいになりたいなとかね。いやそれない、うん、だから昔からほら、うん、もう何回も言うけどさ、うん、アナウンサーになりたかったの。小学校上がる前からさ。
小学校上がる前からなりたかったの。長いですね。長い長い。僕も一瞬だけねありました。いや俺もいらないですよ。こんなメモはいらない。もう裏返し。こんな誰こんな用意したのは最初いらなかったの。大阪さんの時は隠しましょう。いやいや、だから書いてるかって書いたじゃない。宇津木さんに言ってね、がっかりなんですよ。宇津木さんかわいそうじゃない。小岩に住んでるんですけど。小岩に住んでる。地元じゃない。土地に敷き。そう、土地に敷き。お尻の汚い土地に敷き。ジンマシンがやたらでしたね。土地に敷き。強かったんですよ。名誉横綱ですよ。上手出しなきゃ。小岩の駅にちゃんとあるよ。像があるじゃん。像ありますよ。撫でましたよ。そうでしょ。いやいや、それはともかく。じゃあずっとアナウンサーなりたいなりたいで、じゃあ小学校、中学校、高校、大学と行ったわけです。そうだよ。へえ、そうなんだ。うん。え、だからその時は。どこでもよかったんですか、放送局。放送局。そういうわけいけませんでした。そういうわけいけません。やっぱ TBS だったんですか。うん、両方できるもんね。あ、ラテ県へ。でもテレビ顔出すの嫌いなんだよ。じゃあラジオだけでいいじゃないですか。いや、そうはちょっと。そうはいかない。ナレーションできるんだよね。あ、そうか、テレビの方でそういうナレーションの仕事もやりたかった。やりたかったのね。だってテレビ東京のナレーションいいですもんね。そうだよね。もう、画用スペシャル。いやいや、一応ビッグバラエティ。また出ます。あ、そうですか。でもきっかけは何だったんですか、その小学校の時に。だっていきなりアナウンサーになりたいってなんかなきゃ思わないでしょ。ラジオが好きじゃない。ああ。好きだったんだよ。よく聞いてたラジオって何なんですか、その頃。え、小学校の時に。小学校とか、その、まあ、浪曲とか、浪曲とかさ。あ、浪曲天狗道場なんてありましたね。あったよ。ね、僕はそれも記憶にあります。池谷三郎さん。浪曲天狗道場。そこまで覚えてないですよ、僕、もっと小さいんだから。あれ、浪曲天狗道場って誰が喋ってたのかな。池谷三郎さん。あ、そうですか。そうですよ。え、浪曲宮司の方もどなたか喋ってませんでした。やってましたよ。やってましたよね。相模太郎さん。あ、相模太郎さんだ。ちょっと待ったっていう。そうなんだ。してんじゃない、してんじゃない。ああ、ってんじゃない。そういうの、そういうのが好きで。そういうの好きなの。へえ。戦争中の子供だ俺は。ああ、結構年取ってんだから。そうですよね。ほら、東部軍管区情報、東部軍管区情報、テキスト機調子を受けられる、厳重に警戒を要する。お父さんって何でもできちゃう一人でな。からオリンピック、日本から日本から広島からここにあってた。どうしてそんないろんな飛び道具があるんだろう。ここで佐古道夫さんと一緒にやりながら、ガッポガッポだからね。佐古さんが盛り上げるんですよ。これ本当文化放送でバイトしたっていうの本当ですか。そうだよ。え、だ、落語好きだから。若葉町の頃ね、行ってたんですよ。その時、手伝ったの、楽屋とかね。高校時代。そう。え、高校の時やってよかったんですか、バイト。こっそりだよ。こっそりだもん、やっぱり。そうそう。で、先代の金馬さんのね、金馬独演会とか、木村誠アナウンサーが司会してたりさ。木村忠と書いて誠って読むんですよ。僕一時期デスクもやってくださったことありますよ。アナウンス部長になられてね。アナウンス部長。そうなんですよ。ああ、そうですか。うん、あとね、そうですよ。だ、金馬でございます。そうそう、金馬さん。泉さんが司会して、泉さんもアナウンサーだったんですから。泉さんでした。そうよ、ラジオ関東行ったでしょ、今ラジオ日本。ああ、ね、詳しい。これスポンサー何、これ気にしなくて。いろんなところ、いろんなところだから。おたふくあたで今日落語トーナーがやってたんです。そういうのずっと聞いて、アナウンサーと話を聞いて、で両方勉強しちゃったんだよ。で、もぎりやったりなんか。心がけが違いますね。そのままずっと来ちゃったから。趣味を今この年で趣味でさ、今日も岡田真理子さんゲスト、大物でしょ、ゲストで来るのが。大物ですよね。もうでもね、やっぱりお好きなんですよね。好きなことやってさ、これ年収20億って大したもんだね。大したもんです。いや、これは本当に近いですからね。嘘だよ。聞こえるけどね、意外とすごいんですよ。もう大沢さんすごいですから。30億。またいやいや、またなんかそんなこと言っちゃって。このでも大沢さん何年やるつもりなんですか、UUI とは。まあ、こっちは終わっちゃいますけど。いや、一時期さ、続けられる。一時期ね、危ない時あったじゃん。ああ、それは噂で来ましたけどね。で、文化放送のほら、編成の人来たもん。ああ、そうですね、そういうことあるんですよね。俺と A さんクビになる話あったじゃん。あったあった。5年ぐらい前ですか。2000年だ。そうですね、2000年問題で。やるもんだって、一時期ここ20年は経ちましたけど、途中危ない時期やっぱあったんですよ。途中横から入ってきてさ、で、俺かき回すやついるわけなんですよ。自分が入ってきたから自分の色をつけたいななんつってね。そうそうそう、なんだか動かしたい人が、動かしたい人いるんですよ。ダメだよね、盆栽じゃねえんだから。そんな簡単に動かさない。苔蒸さなきゃダメだ。そうだよね。ラジオよく釣りたね、20年ね。でも、ラジオを
大沢さんがこう長くやっていく秘訣っていうのはどういうことなんですか。宮本龍一アナウンサーにはいろいろ聞き込んであげるんだろうけど、僕にも聞き込んでくださいよ。いやいやいや、宮本龍一アナウンサーすごく可愛がってんだよね。可愛がってらっしゃいますよ。可愛がってエコヒーキはすごいよね。そんなことない。いやもうでもテレミさんより宮本さんの方が気立てがいいですか。いいな、気立てがいい、ね、で2人揃って言われるから。さっきも小倉さんが来た。小倉さんとお前は、お前本当に調子いい女だな、お前は吹っ飛ばすもん本当に。気立て悪いんですけど。いやそんなことない。いやいや、だけどどういうことが一番大事だと思いますか。ラジオをこう長くこう続けるには大沢さんがこう自然体でいいじゃないですか。別にさ、格好つけずに、格好つけずにさ、みんな同じ背伸びもしないで、もう、うん、背伸びもしないで、背伸びもうさじ縮んできちゃってるよ。嫌になっちゃった。そう縮みますよね、少しね。人間縮む、人間ね縮む、うん、でも大沢さんは本当年取んないですね。年取ってるよ。いやマジに年取ってないよな。うるさいよ。だってえ月岡さんと同期だろ。そうです。いや月岡さんのこと言うわけだけど、ちょうどね、あの月岡さんとあの四谷のお別れの放送ね、引っ越しの時に最後の放送で来ていただいたんですよ。そうするとやっぱりこうほら大沢さん好きなことやってるじゃないですか。そう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 、だから若いのかなと思うな。うん、でもあと大沢さんは放送聞いてらっしゃると、聞いてるとよくあのお芝居にも行かれてるし、本も読んでらっしゃるし、そうそう、これはね来たゲストが嬉しいだろうなって思います。俺たちの闇かもよ。いや私の反省点でもありますけど。まあ、ないこと言ってませんな。大沢さん大体もうゲストに来られる方のものはチェックはもちろんするわけですよね。うん、もちろんそら本は読むよ、うん、か芝居も見るし。でも全部はとてもね、うん、でもね、全てはできないでしょ。その人の芝居見に行かなくても別の人の芝居見てそこ出てるんだわね。ああそうかそうか、それで分かる。だからね、無駄じゃないんだね。ああそうかそうか、うん、いろんなとこ顔出すの。暇だとね顔出して見とくわけよ。あだってそうするとゲスト6部じゃん。本当そうだよね。うん、演芸全般大沢さんね、芸術系は本当にあらゆるものはお好きなんですね。だからうん、好き。苦手なジャンルってはないんだ。スポーツね。え、スポーツは苦手なの。そうなんですか。意外。スポーツは俺は実況もできないしさ。やりそうなのに。じゃ あの野球場に足を運んだりはあまりされないんですね。昔ほら早稲田、ああそうです、冒険だからうまいことうまいんですよ私は。いやその頃は、その頃はね、うん、だけど実際こうプロになってやるとさ、や別に自分もやりたくないし、あの時の勉強しなきゃいけないもんね。あそりゃそうだ。だからあのやってましたよ実況は。あのダグアウトの上でさ、一塁側でさ、ボールカウントワンストライクまでやってたよそれは。誰やってもかんねんだあれはよ。今ちょっとこけ落としてきて。さすがにすごいよね。いやいや、やってました。 あと4分。いやいや、そんなことありません。まだいっぱいで4分どころじゃないし、時計読み間違えてんじゃないですか。47分までね。いやいや、あと11分ありますよ。ありますよ、ありますよ、ありますよ。何時間切ってるんですか。でも前回の時もね、うん、もうみんな黙れ、黙れと2人はうるさい、うん、もうすぐ終わるんだからって。そうそうそう。でも大沢さんの場合は日替わりでしょ。そう、あの相手の女の人がね、うんうん、あれは好みの人にどん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 変えてったわけ。変えてないよ。西村千恵子さん月曜日17年やってる。あ、西村さんそうなんだ。そうですよ。え、でも番組21年だからその前は違う方だったんだ。まあちょっとはね、ね、ちょっとはね、曜日ごとに特色がありますよね。あるよね。そうしないとスポーツの日メリハリがつかない。あいつは陣内きみちゃんですよ。この番組メリハリがなかったですよ。なかった。失敗しました。小畑にズリを乗せちゃってこうね、毎日やらしちゃったからでね、これが範囲だな。俺毎日同じだと万年になる。万年になる。これは良くない、ね、これはいけない。全然ズリ乗りますからね。そうそう。で月火水木金だとね、上が5枚の方に行く。ちょっと風向きちょっとな、悪くなってきたの。私の曜日はってみんなそれぞれが思うんだね。頑張ろうと思うわけ。そうそこはね、1週間に1回こう来るのと、毎日だとなんか雰囲気違う、違うからね。あの千恵ちゃんとか佐保さんに会っても、うん、その自分の呼びを大事にしてますよね。そうなんですよ、本当にね。はい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 。大したことないんだから。いやいや、でも私ね、大沢さんをね初めてラジオで聞いたのが、なんか夜は友達の中で、俺もそれ聞いたもん、中でおじさん役で登場されて、私匿名女の子って。あったよね。だから婦人警官が出てきても名前変えるわけだ。ね、あの犯人捕まえることはなんか名前つけてさ、で婦人警官の裏話聞いちゃう、匿名で。そういろんな裏系じゃん、看護師さんの話とかさ、はいはいはい、うん、あれやったことあったね。おじ、面白いおじさんがいるんだなと思って切ったんですよ。だけどモノマネがいろいろ大沢さんは得意だな。やらないよ今日。やらないよ。いやいや、やらない。金もらわなきゃやらないよ。別にやらもらわなきゃ ね、放送でできないのもあるんです。いや、だからやらなくていいんですけど、はい。放送でできないこと決まってんじゃん。よしな。大沢さんはモノマネもなんでやれるようになっちゃったんですか。いろいろ自然と。
はい、いろんな人のモノマネスッとやるじゃないですか。それはみんな結構、素人芸だからさ。いや素人芸じゃない、これじゃできないけどさ、アナウンサーが真似するとできるじゃないですか。どんなこと似てなくて、そんなことない、そんなことない。でも声帯模写大会やったら大沢さんは優勝です。でもあのままやったらダメなんだ。お色気大賞かなんかでほら使うとさ、有効になりますよね。それがね、いやらしくないんですよ。例えばね、ほら、ね、雅子ちゃんさ、おまたね、一発やらせろなんて言うじゃないですか。言うじゃないですか。そういうセリフがあるあったのする、ね、そこを誰かのキャラクターでやるわけ。あのね、雅子ちゃんで、ね、一つね、森重さんで一発ね、お願いしたいですねちょっとね、笑いになるんだこれ。なりますね。で、いやらしくない、品格なんで。そういうことなんだ。今日、そうです。一つヒントをいただきました。そんなうまくできないもんな。ちゃんと使えばいいんだわ、あれ。生誕もしますね、幅広げる。だこれお客さんがいつも聞いててくださるの嬉しいじゃないですか。そうだよね。だってみんな僕の場合8時半だろ、とテレビ連続テレビ小説やめて、でさ父ちゃん働こうか母ちゃん働こうかってさ、一斉にダイヤルをそこに合わせて黙々と手で仕事をしてね、夫婦やってんじゃない、店番したりとか、おまんじゅう作ったりとか、横へラジオがあるんですよ。で夫婦は無言だけど、ラジオはほら2人の間絆があるんですよ。あとほら白菜を切ったりさ、キャベツ切ったり、板前さんがランチで準備するとかね、からハウスの中でイチゴ作ったりとかさ、みんな働いてんだもん。すごいね。前横澤さんって、ひょうきん族のね、プロデューサーだった横澤さんが来た時に、大沢さんのことを褒めちぎってね、帰られましたよ。あら、まあ、大沢さんは何でもすぐメモ取るっていうふうにおっしゃってた。あ、メモは取る、やっぱ取るんだ。なんかこうちょっと面白いことがあったら、これ使えるなと思うことがあったら、それはやるんですね。メモ取っとく。やっぱりそこが違う。でなんかねえとか困るから。で、あと歩く、歩く、歩くんですか。そうですよ。昨日新実業歩いちゃった。遠藤アナウンサーにも歩いてくれって今言ったの。ね、これ6時まで録音がねえって言ったら、お前増上寺行ってこいって。今社内にいないでね、やっぱりいろいろ発見があるんだよね。桜綺麗だ、増上寺が。そう、確かにね。よかったよ。縛り気もいいさ、ああいうあんですよ、ね、あとメモ取ってくる、面白いよ。あと大沢さんは人の悪口を絶対におっしゃらないし、陰では言ってんで、それは俺は陰でも表でも言うからさ、そこは違うわね。あと必ずなんかお礼の言葉をどこでもおっしゃいますよね。お礼の言葉、そう、例えばどういうこと。例えば電話を切り際にも、あ、また電話ありがとうって必ずおっしゃってくださるんですよ。そこは本当にありがたいです、ね、お前やけに大沢さん褒めてんじゃねえかよ。4月以降考えてるんだ。もうやらしい会話の何気なく話しててお前営業始めるのやめろよ。ぶっ飛ばすもんだよ。なんか月曜日やりたいわなんて言ってんだよ。本当のことですから。そうじゃないんだ。と西村千恵子さんやらかしてんだ。油断も恐ろしいですね。油断も隙間もない、隙間じゃない。油断も隙もないよ。でも面白いね。そうですね。でもよくやったやないと思うよ。いやいや、俺涙出ちゃうよ。いやいや、マジな話。でも僕らも、でもやっぱ自分でやってることってのが正しいかどうかってのはもちろん分かんないんですけど、ただやっぱり面白い放送を聞いてると、これが面白いっていうのは分かるわけですよね。だから大沢さんの番組聞いて、要するにネタはどういうこと喋ってんのかなと、でそういうのは必ずね、そう、やっぱり、だから、やっぱすごいですよね。病気してる人いっぱいじゃないですか、そうですね、ベッドでもさ、僕は、ほら、脳梗塞やったからね、そうですね、病院で寝てるとね、寂しいんだわね。いや、ラジオってすごくそういう意味ではいい娯楽になるんですよね。そう、ラジオね、でからいろいろと友達になるわけですよ、お一人しかいないとかさ、からご主人亡くなってね、で朝、働きに出るじゃない。お家帰ってくると誰もいないんで寂しいんだね。そうなんだ。朝ラジオつけてくる。やっぱ人の声っていうのは玄関開けると俺の声が聞こえたと、ご主人がいるように思うんだよ。そうね、今個人情報がどうのこうのって言うけど、聞いてる人はもうそういうの関係なく自分の個人情報を手紙に書いてくれたりとか、嬉しいね、メールでも送ってくれるっていうのはすごいことですよね。嬉しいですよ、そういうことだね。でもラジオはずっとこれパターンとして、このメディアの中ではこういう形で大沢さんは生き続けていくっていうふうに思ってます。で今テレビはなんか数字落ちてきてるんじゃないですか。そうですね、なんだかんだ言って昔と比べると、そうね、見るのがちょっとね、なんていうかな、役に立たないっていうか面白くないじゃないの。同じ人間が出てきてさ、楽屋落ちみたいな。まあ大体似た番組が増えてきちゃってるんじゃないですかね。スタジオの中で騒いでるだけって番組多いですもんね。でもラジオも気をつけないと似た番組が増えちゃうから、やっぱどっかオリジナリティを持ってないと、それはやっぱまずいですよね。今日の放送なんかもう楽屋の話ばっかりだよ。あ、ね、言ってるそばからね。そうだ、本当は。でもこれ最後だからね。最後だから、最後だからね。今日はね、本当にですよ、出してもらって嬉しい。いや、こちらこそ本当にね、大沢さんが頑張ってくださってるっていうのは、
その下の人間はやっぱ目標であり励みになるってことは絶対あるんですよ。そうだね、うん、でも今大阪でも浜村淳さんとかあやってらっしゃいますよね。やってらっしゃるからまだね。やってるやってる。浜村淳さんはいくつなんですか。土曜も日曜も働いて。大沢さんよりずっと先輩。うん、先輩、うんと先輩。ずっと先輩。すごい人だね。だけど ね、 ねそういうのだから大沢さんはやっぱ浜村淳さんのことをやっぱ考えたりするわけだ。いやそこまでいかない。そこまでいくでしょ。なんだかんだ言いながらわざとそんなこと言いながらもういいって。いいですか。でもうちはほら A さんがいらっしゃるんですよ。もっと上でしょ。そうです。森本さんもご高齢になってたんだね。そうです。大変ですよ。大変ですよ。もう老人で支えてる番組ですから。いやでもこれからはそういう社会なわけだから、うんうん、そういう人たちの指針にもなるし意向にもなるっていうことで言えば正しいわけでしょ。で、うん、若いやつだってそういう人たちが頑張ってるのを聞くってことは、うん、いいことだと思います。ためになりますよね。本当にそう思います。まあ、久米ちゃんも戻ってきたしね。そうですね。大体まあ還暦超えてるけど、うん、あれもね、そうですよね、超えてるけどさ、うん、でもほら安住くんとか若いのもラジオやり始めてるし、ね、面白いですよね。なかなかいい。じゃちゃんとチェックしてんだ大沢さん。そういう人の番組も聞くよ。もう聞かなきゃダメですよ。自分の番組聞くことないの。ああそうだよね。人の番組聞くといい。ああ確かに、ね、いいも悪いもな。ああ文化聞いて あこういう番組作っちゃいけないなとかそう思うわけで。それはやる番のことじゃないの。いやいやいや今こういう番組作っちゃいけないなってあるよね。あと1分半。ああそうか。もうどうしてそういうことをおっしゃいますか。あのでもマムシさんとはこれ21年丸々一緒でしょ。そうだよね。秋山さんはまあちょっと外れちゃいましたけどね。マムシさん36年やっ外出がね。スペースさんの頃からですね。そうですよ、うん、すごい。でもやっぱり大沢さんが喋ってることとかマムシさんが喋ってることっていうのは、うん、こうなんかリアリティがあるわけですよね、うん、結局だからなんか嘘っぽくないわけですよ。だから聞きたいし、うんうんうん、とかよくジャーナリストってなんか偉そうな人いるけど、そうそうそう、むしろ大沢さんとかマムシさんは僕はジャーナリストだと思う。俺は評論家嫌いだからね。てめえ何もできないくせに滑らかに言ってるわけじゃねえよって思う。いや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 、そういう怖いんですよ。いやいやいや、そう毅然としてらっしゃる部分もあるんです。そうそうそう、ね、大沢さんが今一番気になる人物はどなたですか。気になる人物、会ってみたい。急に聞くなって。だってみんな急に聞いてるじゃないですか。あ、そうか、うん、別にないよ。もうあらかた会いたい方には全部会っちゃいました。まだこの人に会ってないんだけど会いたいなって人はいらっしゃらないんですか。珍しいですね。ちょっと待ってください。事故になりますか。急に言われても。でも大沢さんは誰に会ってもすごいなと思うのは、うん、ノーベルケンちゃんとかね、うん、言っちゃうんですよね。あれマムシさんが言ったから。大江健三郎くんね。大江健三郎さんは一回もお会いしたことないよな。ノーベルケンちゃんって言ってまたね嬉しそうにケンちゃんがされた時がねすごいなと思いました。本当怒ってんだよ。そうですか。ノーベル賞の人だもんね。そうですよね。聞いててくれてんですよ光くんと一緒に。すごいですよ ねありがたいと思うね。ああいう方もやっぱラジオはなんか憩いになるし聞きたいものなわけですからね。そうなのね。だからうるさくなくね。でなんか面白くてためになるような楽しい話ができればいいなと思う。そうですよ。まあ身寄りがない小又がね、まあ、大沢さん頼っていきそうですけど。いやいやいや。まあまあそうなったら敵になりますけど ね、 あね、まあ、今後もよろしく一つ。今日お土産電子辞書を一つ。で、あ、僕それいただいちゃった。もっと勉強するようにって言われて。ちょっと私買い替える時だったんで。ありがとうございます。僕は持ってなかったんでありがとうございます。ラジオショッピングで安く買った。ということで、はい、本当にありがとうございます。やる気満々の20周年の写真集をぜひお持ちになってください。いありがとうございます。はい、どうもどうもありがとうございました。あの時間見ながら挨拶するのやめていただけないですかね。もう2時47分になります。ということで、また今後もよろしくお願いします。大沢さんでございます。どうもご苦労さんでしたね。ありがとうございました。本当にご利用にご苦労さんでした。ありがとうございました。はい、いただきます。